疲れるという文字ですねやっていきたいと思うんですがまず最初にこの「疲れる」という文字は「山いだれ」のパーツが入ってきます。でこの「山いだれ」のポイントとしてはまずこのこの左払いここが一つのポイントになってくるかなと思います。でまずこの左払い注意して、えー、いかなければいけないのはどうしても左払いになってくるので「12」2と書いてから次この払いをスッと 左方向に抜けてしまうと抜かしてしまうとあまりこういうふうにですね左払いを抜いてしまうとまだれこの状態であればまだいいんですがここにさらに点灯をこうすくい上げるこの2つがこう入ってくるのでこれがすごく書きづらくなったりこれがあることによってバランスが悪く感じちゃいますなのでポイントとしてはこの左払いはできるだけ下方向の意識を持って左払いとして書いていくと。 これがポイントになってきますここ抜けちゃうと結構文字としては全体的に締まりがない文字になってしまうので書いていく時にこういってから少しこう下に行くこのイメージ最初からこの左払いをこう入れるのかちょっとこう下に入れておくのかこれだけで全然変わってくるのでこのイメージを少し持っておくこと。でここから少しずつ左へ抜けていくこれぐらいであれば。 全く問題ないいと思いますただ逆に言うとこれが左払い下方向だというふうに思い過ぎてしまっていわゆるこの下に行き過ぎてしまうぐーっとこう,こういうふうになっちゃうとちょっとこれはこれでうんーどうかなっていうふうに見えてしまうちょっと中にこう窮屈さがついいてしままうのでここは要注意だと思いますなのでまず最初のポイントとしては左払いここを。 少し下のイメージを持ってちょっと抜いていくと、まあ、これを意識するだけでまずいいかなと思います。でこの点と横線でこの点と横線はこの書き方としてはまず横線このタイプいわゆる活字的な書き方であれば 横線は少しこうアーチ状のイメージでこう書いていくっていう線ですね。でこれも一つ OK です。でここに書いてあるこの線は逆の反り方、こう少し反りながらこう上がっていく線。これでも OK です。どっちも OK。ただこの時に少し気をつけておきたいのはこの下に書いていく革のパーツですね。下の中に入るパーツ。 でこのパーツ書いていくときにこの文字では右払いが出てくるので右払いを活かすかっこよく見せるために横線の長さはあんまり長く引きたくないそうするとこのアーチ状に書いていく横線で書く場合においては長さが出やすい長くなりやすいですなのでこれ書く際にそこだけ一点注意していただければいいと思いますなので点書、えー、いていくときに例えばこういう点でも まあこういう点でもあるいはこっち側に反る点でもまあこれはどちらでもえどれでも構わないんだけれどもまあこうした後に横線描くときに「アーチ状だ」って言って少しちょっと長くなっちゃうと。で長くなってしまうことによって次こう描いていく時にこの中に描くパーツもうこの時点でえ横幅がこう結構出ちゃってるよっていう風になると。 今度この下の皮のパーツ描いていくときにこれも少し横幅が出やすい太ってしまうそうすると右払いもやっぱりかっこよくなりづらいし全体的にちょっとこうボワッと膨張した見え方になるので横線の長長さははアーチ状にににするる場合は特に長くならならいように気をつける逆にこの行勢と言われる少し上に沿るエビ反りのようなホップするような線っていうのは長さになりづらい短く取りやすいんです。 なので長さ出る心配というのはあんまり必要はないかなというふうには思いますすごくこの線というのは、えー、短く取りやすい逆に言えば長さを取りづらい線なんですね,ねえ点を変えたとぐっとすごく無理をして長く引かないと長さって出づらい線になるのでまあここはあまり心配がいらない線なんですがどちらにおいてもこの線であろうとまあこの線であろうと どちらの線においても長さが出やすい、えー、長さを出し出さないようにしておくことがポイントですただしただしここでどちらの横線においてもちょっと長くなっちゃったっていう場合においてはこれこの山あいだれはちょっとごまかしが効きます次の左払い書くときにここからスタートするのかここからスタートするのかによっても全然変わってきます やっぱりちょっと長くなっちゃった、まあ、極端にこれぐらい長く引きすぎちゃうともうどうしようもないんですがちょっと長くなっちゃったぐらいだとここからスタートしないでここからスタートしていけばちょっとこの中の空間というのが狭まってくるので、えー、少しまカモフラージュすることはできるかなと思います。それはこここここののの行ででああってても同じととが言ますすここを書いいいく時にえこの横線と左払いのスタート位置ですね これはちょっとまず気をつけておく必要があると思います。だから単純に横線長くなっちゃった、えー、という場合においてもそうだし、えー、まあある意味適切なちょうどいい長さをもし引けていたとしても、ここでこうは書かないで、えー、もらいたい文字なんですね。例えばこれが横線ま少しくっつけるとこんな状態になるんですが、まあ、こうなった時にまあこれだと。 何とも言えないギリギリセーフぐらいなような気もするんですがポイントはこここここですす上ななないいいとこれ気をつけててもらいたい、えー、大ききポイントになってきますこのような形で漢字というのは、えー、基本的に筆順が最初に来る方が飛び出るというのが基本的な書き方になってきます。なので例えば「長い」という文字も縦が1画目で横線が2画目。 1, 1、2の筆順になるとどちらかというと上が飛び出るとかまあ、そのまま行くとこの書き方で横横になるとまあこれで長いという文字ですがこれ馬という文字も同様のことが言いますねここの文字もまあこうですねこう書いてた時に1画目2画目となった時にちょっと上が飛び出るみたいな形になってきますこれが特に行書になった時にえー例えば長いでも馬でもそうなんですが こういうふうな形になると、え、順、ちょっとこれ逆なんじゃないのっていう形がすごくわかりやすく出てきますね。そうすると、この飛び出しとして、明らかにこういうふうに、なってくるので。よいこうですね、こうなってきた時に、あ、筆順間違ってるんじゃないのかっていうことが。まあ、これが楷書であろうと行書であろうと、えー、すごくわかりやすい。一つの目安ポイントになってきます。なので、えー、あ、この文字疲れるという文字は。 革のパーツも、まあ、どこから筆順1画目になるのかっていうのが、まあ、ちょっとこう分かりづらいような文字になりますがこの文字も同じように縦が一画目にな,ってきますなので1画目縦を描いて次2画目がこの横を描いて次縦に移ってくるという形になるので123ですね。となった時に。 こここのの飛び出出し上が出るよという、まあ、この状態になってきます、まあ、空間として、まあ、少しここをこれは完全に閉じていますが、まあ、こんな形でよいしょ空間を開けることも、えー、まあ考えられます。開けるとちょっとかっこよさ大人っぽさにこう見えてくるので開けるという方法を取るということもあるんですがこの時延長していった時に、まあ、どういうふうになっているのか少しこう上側空いてるのか横側空いてるのか。 まあこの「部分ををちょっと気をつけてて書くののがポイントですそして次ですすそし次ねこの疲れる」という文字を書いていく際にこのいわゆる「二水」のような部分ですね「点点の部分ですねこの部分、えー、書いていくときにはこの左払いをよいしょこう置いった時に左払いの下まで「よいしょよいしょと」とこういうふうに使ってしまうとここがすごく空いてしまうので。 少し伸びた印象になってしまいますなのでこの空間というのはあんまり開けないことそして全体を通して上側に配置させておくということが一つポイントになってきますなのでこれ書く際に一つ目のポイントとしては全体的に上から一画目まあ一画目というか上の点も少し上に位置させておくそして次の点も 下まで左払いあるから下ぐらいまでこう使っちゃおうと思わずにちょっと上の部分でこうよいしょとこういうふうにしておくと足が少し見えると左払いの長さを感じることができるのでかっこよく見えてきますなのでやたらめったら空間を空けたりとか下げないように気をつけていただくといいと思います。であとはこの日水書いていく際にこの下のえーよいしょこれですねこれですねこのポイントはここよいしょ。 ここから横線書い,てよいしょで次ここから1書いてから次このスタート位置一画目というか上の点よりも少し出ていくような形で書いていくといいかなと思います。これはまあ二水通常の2水とかあるいは3隅なんかもそうですね3隅なんかも123とこの1つ目よりも少しこう出ていくようなイメージと。 いう形くの字形になってきますが、ちょっといわゆるまあ末広がりのような状態になってくる。えー、まあ三つ円の場合はちょっとこの跳ね上げる形にしてはちょっと中に最後入ってきますが、一点目と二点目のこの外に出るというまあここの作りというのはまあ基本同じかなと思います。そして次ですね書いていく時のこの川のパーツでこの川のパーツ一角目が今度左払いになってきますが、えー、この左払い 書くときにこの中身ですね山いだれの左払いがこう入ってくるのであんまり左側に抜けられないという形になってきますなので、ね、これも少し下方向を意識したいんだけれどもまあんまり下側に下側にっていう意識をつけすぎると今度縦線のような状態になってくるので例えばこう書いてたときにこういう風になって ってしまうこともあるので、まあ、ちょっと左払いのこうスッとした綺麗さっていうのがなくなるのであんまりこういうふうに左側に抜けなければ、まあ、普通にこう左払い書いて頂いければ十分かなと思います。でここが問題になってくるんですがここの飛び出し方なんですよね、えー、通常1文字目書いていく時「ただの川」という文字であればこの頭というのは結構飛び出した方がかっこいいです。 よいしょこう書いてよいしょこういった時よし行くとこうやってグッとこういうふうに出してあげた方がかっこよくなるから飛び出しておきたいんだけれどもやっぱりこの上に横線のパーツが出てくるのであんまり飛び出しはしたくないだけどもやっぱりある程度出しておかないとかっこよさちょっと詰まった印象というのが出てくるのでかっこよくなりにくいなのでまあ少し出してあげていいかなと思います。ただ 一文字として書くよりも割合感としては上ととと下の割合ししててはは少し減ってくるとは思いますなので1:1とは言わなくても1:1上と下のこの飛び出し具合の割合え同じぐらいに意識するといいと思います。であとここの払い出しあんまりこう長くしすぎると今度 こうやっててぶつかれが出てくるののででギリギリリラインでいきたいいと思います基本的にはこれ縦線は基本的に真ん中にこう書いていく形になってくるのでこうですねこういった時の真ん中ぐらいになってくるのであんまりこうピュッとこういくとちょっとこう縦線にぶつかる形になりますのであんまり長く引きすぎない方がいいと思います。でこれ革のパーツ この皮のパーツ一つポイントになるのがこの左払いになってきますでこの左払いを描いていくときに一画目の左払いスッとそして次描いていくときによいしょここからスッとこういうふうにですねそのまま中に入れてしまうと中の空間が狭くなってくるのでこの左払いは 少しよいしょここからこれぐらいをキープしてふわっとこう中に入れていくそうするとここの空間が変わってきますちょっとこれだとキュッてこうすぐに中にこう左腫れピッてこういっちゃうと中の空間が狭く感じるのでよいしょこれぐらい少し広く,持ち、えー、広くさせたいのでちょっとこの感覚キュッとこう入れない少しちょっとこう。 真下ではないんだけれども、ちょっと下から行って、ぐわっとこう行ってあげる。そうすると、この左払いの最後の抜けというのも大きく変わってきます。このような形でスパッと引いてしまうと、左払いって基本的にスッと行くので、左下を向くことになってしまいます。で、これよりもこんな形でふわーっとこう持ち上げる抜き方に。 させてあげるとよりテクニックを感じてかつ次への流れというのが生まれてきますなぜフワッとさせるかそれは次へ向かっていくからなんですねこの流れをしっかり出したいのでこのフワッとをイメージしなければいけませんなので左腹ピャッという風になってしまうとこれはちょっと雑な印象を与えてしまうので最後まで気を抜かずにだけど勢いは出しておいて OK すっとこ,うこういう左払いでいくとこの流れは 次に向かってこううけるといなのでこの特にこの「革」というパーツは左払いがこう入ってくるので中の空間にも影響を及ぼしてしまう大きな重要ポイントかなと思います。なのでこれ書いていく時にちょっとこう意識として少しこの下に、まあ、下と言っても斜めにはなってくると思いますがこういってから角度を書いていくこれ気をつけておくといいと思います。 で最後この右払いでグーッとこう長くしておくと非常にかっこいいです。なので最終的にこの横線の終わりやこの革の右側の部分ですね大体同じぐらいになっていて最後右払いですねこう空間たっぷりこうできているとすごくかっこいい文字になってくると思います。はいということでこの「疲れる」という文字まずポイントとしてはこの「山まだれ」の左払い。 あんまり左にガッとこう抜きすぎてしまうと、ちょっとこう全体的にですね、優勝こう書いてた時に流れすぎてしまった、開きすぎてしまったという印象になるので、少し下のイメージを持って書いておくと、閉まった印象になります。そして山井だれこの二水のパーツですね、全体的に上に上げる、上に上げて左払いのこの足の長さをしっかりとこうかっこよく見せておくと、全体的に。 山田でうまくいくと思いますで最後右払いでもってかっこよさをつけてあげるとこの文字非常にかっこいい文字ができてくるんじゃないかなと思いますご視聴いただきありがとうございますグッドボタンチャンネル登録ポチッとお願いします僕のことを応援していただける方は概要欄の公式 LINE にて友達登録もよろしくお願いしますそれでは良い一日をお過ごしくださいまた次の動画でお会いしましょう